伊豆半島の地勢と天城峠の一天城峠は静岡県伊豆市と鴨郡河津町の境にある峠。古来あった峠ではなく1904年に完成した天城トンネルによってできた峠である。トンネルの標高は710メートル前後で、直上の山寮の標高は830メートルほどである。このトンネル直上の山寮にある登山道には天城峠の分岐点があるが、 山を下る道があるわけではない。天城峠は、伊豆半島の内陸と南部を結ぶ重要な峠であり、このトンネルのできる前の天城越えは、下田街道の難所であった。天城トンネルができる前には日本杉峠が使われ、それより前は、古峠が天城越えの峠として使われてきた。天城峠の天城トンネルは、川端康成の小説、伊豆の踊り子の舞台となっている。 また、昭和時代には、自動車社会に適合した、国道414号の新甘木トンネルも、完成した。天城峠の山陵から東へは八丁池を経て、天城山へ至る、登山道である天城重走路が続き、西へは、伊豆半島北西部へ至る伊豆山陵線歩道が、始まる。伊豆市側河津町側かつて、天城峠を越える道は、 天城色や天城街道と呼ばれた ABC 浅井賢事 2015P136 日本杉峠、古峠についての出展、道の駅天城越えの掲示板より、ありがとうございます。